ちゃんと教えたらいいかもね。すいません、すいませんね。はい、もうちゃんと紹介すればよかったのに。真ん中、どうぞ。真ん中の方で、はい、どうぞどうぞ。そして実行委員長も来ていただきました。実行委員長、はい、お願いします。では実行委員長の方からふるさとは一つについてご説明を、皆さん知らない方もいるかと思いますので、ご説明をお願いいたします。はい、マイク大丈夫ですか。入ってます。マイクは入っておりますね。入っております。はい、大丈夫です。このふるさとは一つは、3年前にニャーモーレプロジェクトといいまして、このアオーレができました時に宇崎竜童さんと滝陽子さんのプロデュースによる一大イベントが、はい、市町村中市町村ですかね、はい、町村ですかね。その委員長が確認するのやめてもらっていいですか。委員長が一番詳しい人だと思ってますから。よろしくお願いします。というあの一連の流れがあって、宇崎竜童さんが合併市町村のいろいろなところにゲリラライブを行いながら、まあ、その中で出てきたのがこのふるさとは一つでございます。はい、あの長岡祭りも、この彼女彼らの歌を、バックに大変素晴らしい花火が上がったと。僕行ってたんですよ、2日間で。次長課長の河本さんと見てて、次長課長の河本さんが「ええー、歌やなこれ」っておっしゃってました。ああ嬉しいですね。あの今しゃべる時間じゃないですよ。いいな、ちょっと思わず厳しいな。喋って。そう、本当にそのぐらい素晴らしいから、やっぱあの花火のね、いい部分で上がるとこじゃないですか。そう、この花火は素晴らしかったですよ。実はそのバックで私たちが合唱コーラスの実はバックに入っていたんですが、はい、花火の音と、彼らの歌で全く聞こえなかったと。今失敗談の発表ですね。でもですだからこそ長岡花火で弾けなかった方に今日はこうバッと今日はコーラスも聞こえるということで。そうですね、あの最後にあの皆さんの歌を最初に聴いていただいて、はい、その後大合唱という形で会場の皆さんと一緒に歌いたいと思います。なるほど、なるほど。じゃあ最初はね、皆さん4人で歌っていただいて、でその次にですね、もう一回改めて今度は会場の皆さんと歌ってフィナーレということですね。その通りです。わかりました。フィナーレになりましたら、じゃあ皆さんもぐっと近くに寄っていただきたいですから、もう椅子に座ってる方も立っていただいた方がいいですね。歌って、そうですね、あのぜひ歌える方はステージに上がっていただいて一緒に歌いましょう。いいですか。なんかあのステージに上がるとヤバい方も一人いらっしゃいますね。ヤバいとか言う。今最後にスポットほどほどにほどほどに、なかなかヤバいですよ。ヤバいとか言う。スタッフさんが今日は注意するぞって言って、やっぱり怖いから注意できないで帰ったんですからね。それぐらいの被害はないですから。悪いじゃないですか。そうです、はい。あの僕らのイベントに毎回たまに来てくれるんですよね。毎回あのね、山芋を持ってきてくれるってなかなかいらっしゃらない。謎ですよね、はい。さあそれではそんな話しておる場合ではございません、はい。さあここからはでは任命アーティストの皆さんに歌っていただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。はい、じゃあ、あとはマイクお任せいたしますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ふるさとは一つさ。
口ずさんでいただいて、そうですね、歌えない部分もあるかと思います。鼻歌でもいいですよね。
もうとにかく何となくこのふるさとみんな一つなわけですから、はい、みんなで一体感を持っていただいてですね、今日このイベントの大フィナーレとしてここで大合唱したいと思いますので、さあ皆さんご協力いただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。さあ皆さんで大きな声で歌いたいと思います。はい、参りましょう。フィナーレです。ふるさとは一つ、大合唱お願いします。時を超えた約束。
今テレビに映ってるカメラを撮ってるのでカメラマンさんが絶対にこの人抜かないってところだったんですね。うまくかわしましたからね。一番ノリになった一番ノリになった絶対テレビを撮らないんだったんでね。ありがとうございました。今後もじゃあ、このふるさと一つを皆さんにじゃあ浸透させるべく活動してくださるということですので、任命アーティストの皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、違うだろお前、任命アーティストじゃないよ。なんか入れるからこの人やってたら知れてるさあ、というわけでそれは最後でございます。最後は市民活動フェスタ実行委員会熊倉副実行委員長より閉会宣言を申し上げます。